マルーホビー動画チャンネルプラモデルタイムトラベルシリーズです。 今回もおもえっい記事が見つかりましたのでご紹介いたします。えー、こちらが78年のモデルアートなんですけれども、まず表紙を見てください。とてもプラモデルの,あの雑誌とは思えなくて、ラジコンがドーンと出てるんですね。で、78年っていうと、このように、これはあの特殊のランチャーストラトスということで、片っ端から出てるんですけど、車のスーパーカーブームと電動ラジコンカーのブームで、ちなみにこれはバンパーとか見てみると分かります。日物ランチャーストラトスでした。プラスチックボディでホイルも綺麗にできていて、あの大きめのタイプでやったのを覚えてます。 え今月のその同じ号でハイライトで疾走ストラトス雪のモンテカロラリーっていう風になってますねでこちらの方だとミニ条件っていう風になってます特にメーカーとか書いてないんでよく分かりづらいんですけれども、あのー、ランチャーストラトスが出た時にその当時やっぱりスーパーカー世代なもんですからあの同じくランチャーストラトスのラリーを作って、えー、汚し塗装するとやっぱ綺麗な形がちょっとあのなんかもったいないなっていうような感じもあったもんですからその当時発売になったばっかりの、あのー、自分が作例はあの雪のあのー えー、タミヤのスプレーがあったんですねそれをパッパッパーって拭いてあの、えー、ワイパーで拭いた後とかしてあの作ったのを思い出しましたでもまあ自然なこんな感じになっちゃうんでしょうねこれあのでも力作ですねさすがのストラトスの、あのー、特集だけあってですね日二24分の1日二24分の1英大グリップ24分の1クラウン24分の1っ各社それぞれ出てて日頭、えー、ですね、えー、これがクラウンだと思います。 A 大グリップはちょっと分かんないですどっちかだと思うんですけど日もこっちだったかなんでこっち日もかもしれないですねちょっとそれが記録はあやふやですけどそれだけやっぱ大人気だったっていうのはすごい分かります、えー、こちらが先ほどの作例のあのー、をストラトスを解剖するっていうことでバンダイとか中村とか藤見のストラトスですね、あのー、やっぱり各社で多分、あのー ここのあのメーカーカ人はうういいう出された番嫌だと思いますね。やっぱりそれぞれ特徴があってあの似て非なるとこがあってやっぱどうしてもデフォルメが入んないとあのやっぱりこの,その雰囲気っていうのは出ないもんですからただ24分の1にすればいいってもんじゃないんでこの辺が各社の表現力の,あのそうですねやっぱあのやり方でかなり違ってきますね非常に綺麗にできてますでこのようになっててこのストラトスなんかはラリー系であのかなり綺麗にできていて あのなんと、カウルが全部外れてあの、エンジンもちゃんと見えるようになってて、非常に細かいですね。あ、これ思い出しました。バンンダイのランチャースト,ラートスですやっぱりこの辺は、さすがのガンダムのメーカーだけあってあの、ガンダム以前ですけれども、こういう車の手ですごく綺麗だったような思いがすごくあります。あの、ボルディのフォルムもそうなんですけど、このエンジンの辺とか。でもちろん モータータで走るようになってますねちょっともったいなくてあのスピード出して走らせたくないんですけどシャーシの裏側から見てちゃんとスプリングが見えるところとがすごいですよね。やっぱりこういうふうにやってスタードスだとこういうふうに横出しのマフラーに後ろ出しのマフラーになってるんですけど横の太鼓みたいなマフラーでやってるのが特徴になっていてなんとあのインパネもちゃんとこういうふうにちゃんと別パーツになっていてあの非常にこうよくできてるっていう感じですね。あの全体のフォムはさすがにバンダイあのよく特徴を捉えていて表現力がすごくあのいいキットだと思います。 最初写真を見たときはどこのランチャースタートかよく分からなかったんですけど非常にあのマニアチックなツールドコルスの時のあのラリーのタイプであの記事を読んでみると不死身模型ですねでやっぱエンジンまではちょっと作ってないんですけれどもこのモーターが後ろにあってあのインターンパネルのパネルも入っていてあのなかなかあのストラトスっていうとですねこのフロントの,あのフェンダーの周りっていうのは各社それぞれでなかなか表現力が難しいんですねで割と綺麗にあの ハンドルの周りインパネとかやっててでどっちかっていうとこの辺は競技用みたいな感じだったもんで後ろはあっさりしてますねその代わりハンドルが動くようになっていて、えー、モーターがこういうふうになっていてまあそつなくまとめてあってあのなかなかこの何てうんですかねこうツールドコルス系の,あのストラトってあまりないもんですから珍しいキットですね、えー、こちらがやっぱりあのモデルアートってなかなか記事厳しいですね車だろうが何だろうが24分の1モデル総点検ランチャーストラトスってことで。 日東科学、日芋、永大グリップ、クラウンですね。で出していて、えー、これが、まず最初にこれが日東科学ですねあの。日東科学って個人的にはすごくよくできてると思います。で、この黒い箱の、えー、このボックスアートはすごくあの覚えがあります。で、やっぱりあの一斉風靡して、デカールも綺麗であで、日東科学の1 24分の1、全体的にあのよくできてた、すごいあのあのイメージがすごくありますね。で、あのまあ、 結構長くなんだかんだだか言ってあの作ってて作たと思います非常にあの綺麗にラリーの,あのアリダリアカラーの,あのモンテカールの辺ですねその辺をちゃんと表現しててパーツもちゃんと綺麗にあに部品点数も24分の1は多いんですけれどもフォルムも崩れてなくて高キットっていう感じがします。 モデルアートの評価なななんでですすけれども、あのなかなか厳しいですね。個人的にはすごいあの、えー、気に入ってたキットなんですけれどもあのエンジンが簡単で,であまりあの表現力がないもんで「カウルは外せるようになってるけど接着したい」って書いてありますねすごいですよね。<laughs> であのデカールが硬くってなじまないもんであの塗装しなさいまたはあの他のメーカーのから持ってきなさいっていうことを書いてあって非常に厳しいもんでちょっとびっくりしました。 こちらはは物分ののですすねあの市販タタイプのスタンダードに作作例は作ってありますでピンクランチャーストラトスっていうこのカラーリングは確かにあのプライベート系で出てたんですけどあのパッケージになっていてあの市販車タイプとこのタイプとデカール,用デカールが両方ついているようですねですからこのようなデカールで結構凝ってますねで,あの、えー、でこれあのサクッとできてあのそんなに悪い感じはしなかったんですけれども モデルアート表はですね、まず箱を開けてみると、ボディがでかいと、これはきっと他の24分の1とフレームは同じだから22分の1じゃないのかっていうふうにかあの書かれてます。でも、褒めてるとか褒めてあって、日ごだとあのやっぱり昔からのプラモデルの会社なもんですから、あのパーティングラインとかそういうのはすごく何て言うんですかね、軽くあのペーパーで書けるくらいでもう十分だっていうくらいで、この点は他のメーカーも見習うようにっていうふうにあの書いてありましたね。厳しいでで、すね。であの まあやっぱりデカールであのこれだけあ,のあるデカールだとこの当時でやるとあの芝居になるところもあるんでそういうところは塗装していく方がいいでしょうっていう書いてありますねでもやっぱりあの褒めてるとかを褒めてサイズがでかいのはスケールモデルは許せないんですけどあの変にあのサイズを合わせて全体のボディのバランスですね見た感じがあの形が崩れるとちょっと変になるからあのボディーラインは非常によくできてるってそこだけは褒めてますねただスケールモデルとしてはサイズがちょっと違うぞっていうような感じで受けてました。 え続きまして、これが24分の1。永大グリップの24分の1のランチャーツラトスですね。パッと見たところあの、デカールはラリー車なんですけど、レーシンカーっぽいなと思って見てました。で、このようなボックスアートで、なんか見た覚えがありますね。作ったこと,はちょっとないんですけどで、部品がこのようになっていて、デカールがこのようになってますね。で、あのー、まあ、これもまあまあよくできてるもんで、あのー、こういう感じなのかななと思いました。で、あのー、モデルアートさんの評価ですね。えー、なかなか厳しいことが書いてありますね。で、あのー、 部品点数が少ない割には組み立てにくいキットで初歩的なミスが目立つってはっきり書いてありますね。でフロントのところのナックルの穴が硬くって、えー、削らないと前輪が回らないと書いてありますね。これもモーターで動くキットなもんですからあの回らないじゃちょっと困りますんでやっぱそうやって合わせなさいと。で後ろの方は逆にあのブカブカであのなかなか大変なのでで軸を接着剤で固めてから動くようにしなさいってことであのこれやっぱあの走行させるのがあの、まあ、メインだった。 と思うんですけどあの、その走行させるところの前後ろがダメだとダメじゃんと思いましたけどね。で、このクラスのモデルは、あのえーまあ、その,の記事によると、モーターで走れば良いという低燃料ソファを狙っているためか部品、商品開発が早い割には肝心な点がおろそかにされてますと、コテンパンですね。で、まあ、ただ、余計なことを書いてしまったが、その,その方を除けばあの、サクサクと作業が進むということで、部品が少ないからでしょうね。で このやっぱりあの書いてあって、このデカールはやっぱりラリー車ということであのデカールができてるんですけど、のこのデカール自体はレース用のデカールなんですね。自分も最初見たときに、なんが変だなと思ったんですけど、1976年でルマンであのえこのカラーリングっぽいあのス,トラス,があのストラトスターボでグループ4で出てたんですけれども、全然カラーリングが違うんですね、デカールが。でもね、これ今記事も書いてありますけど、これではないって <laughs>、きっぱり書いてありますね。だからかなり酷 <laughs> 評であのなってますけれども、全体的なフォルムはそんなに悪くはないと思うんですけど、 やっぱりこの時ブームですからやっぱりすぐ出さなきゃいけないとかいうのも使命もあったんだと思いますけどねこういうにこれがクラウンの、えっと、24分の1のランチャーストラートスで市販車風にしてありますねでボックスアートはこれであなんか見た覚えがあるって言うんですけどもうこの時代ってあのストラートスがもう佃煮するくらいいっぱい出てたもんであの見た覚えはあるって感じで部品点数が驚くほど少ないですねでデカールもあっさりしてますねで あのー、でもまあヘッドライトを上げてもそんなに形が崩れてないんで、あのー、クラウンでこういう形だったんだと思いました。でモデルアートさんによると、あのー、クラウンの、あのー、カーモデルは燃焼車を対象にしてる。あのー 細かいところを下げてもう簡単にできるように作りやすさにあの重点を置いているものでもうサクサクとできて、えー、ボディの塗装をしなければあっという間にできますというふうになってます、ねで。キットには協業に改造できるよう電池ボックスがあの余分に入っていますってから、まあ、もう大体立ち位置が分かってくるような感じですけどね。で あのー、コックピットもあっさりしててボディサイドウィンドウも少ないのでシートベルトぐらいつけてやろうって書いてありますね。でヘッドライトは開いた状態か閉めた状態のいずれかになってるってことになってますね。でデカールも他,ーーに他のメーカーに比べるとやっぱり寂しいってやっぱ書いてありますね。ですからあの、まあ、さっと塗って何、えー、て言うんですかねあのこれも言い方次第な,なんでしょうけど試作の,のモデルがランチャスンサトとしてあったもんですからあのその、えー、まあ あのー、ちょっとこう手を入れてその鳥のショーに出たものその時はあのまだ支度だもんでもうものすごくあっさりしたモデルだったんですねでそれにしてみてはどうでしょうかっていうような書き方をしてあって、うん、やっぱ一応手厳しかったですねこちらの方も。 えーとこれがその4種類の総括になりますね。ストラトスはノーマルタイプとかラリータイプ、レーシングタイプなんかもありますけどやっぱりレースの方があの作例なんかだとよく目立ちますということで,でちょっと笑ってしまったのが日芋が一番大きく日当が一番小さいって書いてありますね。24分の1のはずなんですけどまだまだおおらかな時代でしたね。でもさすがにモデルアートだけあって横に75年のワークス,ストラトスの基本塗装はこうって書いてありますね。これのプラモデルになってうとあんまり見たことないもんで、まあ、塗りなさいっていう。あの いい意味なのかなと思ってこれが閉じてました。えー、こちらがあの表紙に今月分のその表紙になっていたランチャーストラたスの日物の1 0分の1ですね。でこの時代にあのプラモデルからよく転用したりとかするもんですから12分の1というのはよくあったんですけどさすがのターミヤはポルシェ934とか12分の1なんですね。これはあの 覚えてます。最初見たときに大きいなぁと思いました。だから時代を先取りして10分の1に作ったんですね。で、プラモデルのメーカー、この辺ではすごく出てましたけど、プラスチックであのボディすごいかっこよかったです。このようになっていて、ボディとやっぱり乾電池を動力にして、あのー、もう二輪駆動で後ろでこうやるタイプですから、もうスタートするだけで、この当時の、あのー、何ですかね、マニアの人はもううっとりしてしまう感じですね。で、非常に綺麗に作ってありますけれども、やっぱりもうこの当時の、あのー、 一般的なタイプでアルミのシャーシでポリカのバンパーでゴムタイヤで乾電池を積んでスイッチを使って後ろに二輪駆動の手があってこれはもう各社はみんな共通ですねただやっぱ違ったのはやっぱ大きいっていうのはすごいイメージになってますシャーシはジュラルミンバンパー大きなポリカーのタイプになってますんであのまあものすごい勢いでぶつかるとプラスチックのボディはあは悲しいところがあったんですけれどもあのでも走ってる姿はすごいかっこいいっていうのはすごい覚えてます。で コントローラーーラを守るたために10アのヒューズを付けけってて改造してありますけどこの時は今のスピードコントローラーのアンプユニットじゃなくてスイッチだったもんですからやっぱりあの、えー、なんかドーンとぶつかってなんかするとあの、えー、コントローラーが焼けちゃったりとかしたんですねでまあそれを守るためにこの人はこの人なりにヒューズをつけてありますねあの非常にあのえー、プラモデルの走るタイプのすごくあの大きいタイプっていうのはすごくあの印象が残ってます 懐かしいですすね。ね。のクリリスタルプロポとリボンってなってます、ね、この時は27メガのアンテナ伸ばしてやるタイプであのハンドル式っていうしたものがないもんでもうレバーのタイプですねでこれは3話のミニプロポってよく言われてましたでクリスタルであの昔はあの27メガと40メガあって27メガは、まあのまあ、覚えてる人はもうかなり昭和のかなりのおじさんですけど1番があの茶色2番が赤3番がオレンジ4番が黄色5番が緑6番が青っていうのはもう昭和のおじさんだからパッと入れますで、ね、これはなんと あのコンデンデサーの色から来たそ,うなんです、ね、それは知らなかったたんですね後々こうかかりましたでそれから進むとクリスタルもあのナローバンドっていって6台じゃあっという間にあの、えー、レースにならないので人がいっぱいで,で割って作ってナローバンドっていうのは1から12バンドになってみんな緑のプレートになったんですけどで今はもうあの夢のような世界で 2.4G って言って周りに何十人は自分のスイッチ入れても全然あのコントロールは乱さなくてあの時代があのもうかなり変わってしまってっていうのはやっぱ 思いますね。昔電池8本でしたけど今4本ですからね、省エも済んでて、すごくあの、えー、格段の進歩がありますね。で、ストラトスに戻ると、これがボディの裏側から見て、ヘッドライト、ランプ類は豆球により点灯できるって、豆球ってのがいいですね、LED なんかまだない時代ですから、麦球,球、豆球でこの後ろからやってつけなさいっていうふうになってますね。えっ、ー、と、動力から電池取ったのかなと思うんですけど、その辺まで詳しく書いてないんですけど、やっぱりあのフォグランプとかこうあったりって、全部つくと、やっぱそれはすごい壮観だと思いましたね。あの やっぱりあの対策の,あの表紙になるくらいですからねかなり力が入ってこういうあの豆球とかによって点灯もしてあの走行してヒューズまでつけてあの頑張って作ってる作例でした先ほどの、えー、作例の,あのこれが制作記事になりますね非常にあのライトがついてこの光の使い方が上手くてミニジオラマになってますねバンダイの20分の1で、えー、動きのある、えー、やっぱりこの辺がすごくうまいですねやっぱあの雪の感じとかあの積もり方とかですねスタート自体もやっぱよくすごくきれいにできていてあのー ちの跡ととかもゃんなってますし上から見るとこんな感じでちょっとあっさりしてますけれどもやっぱり物語で作るのがミニ条件の場合すごく大事になってきますのでこのところを見ると非常に動きがあって知らない人が見ると実物みたいなラリーの一場面が切り取られてるような感じですね。で作るのはこういう感じで石膏の板から発泡白いの板とかですねあとは難しいものは全然使ってないんで普通の皆さんお使いの カラーとかこの時はあのまだそんなにあの素材も出てなかったもんでケント紙とか発泡スチロールとかカラーとかあとクリアカラーとかで接着剤とかも使ってあの表面をこう出したりとか汚し塗装をしたりとかやっぱりあの実物の写真をかなり研究されて、えー、してるようですねちゃんとこのわだちの跡なんかもちゃんと動きがあるようになってて、まあ、当然やっぱりこういうあの標識なんかもあの綺麗にできてますしやっぱりあの、えー、作例はすごくあの えー、よくできててこう見るとあっさりして見えますけど実際あのいかに写真の撮り方が大事かっていうと同じものでこの動きとかやっぱこの後ろから見た動きっていうのはなかなかあの写真の撮り方もあるんですけどあの本体はよくできてるから余計引き立つんですけどあの写真の撮り方とか構図がすごくうまいなと思いました。 でこれが実際のの汚し塗装のストレトスですね。なかなか汚しっていうと難しくてついやりすぎちゃう人が多いんですね。でやっぱ感心したのはやっぱり昔ですからフラットベースと汚し用カラーをやってで、まあ、このぐらいしか素材的には多分なかったと思いますんであのそれでちゃんとこうやってあの。 ドラライブラシのやり方です、ね、こうあの布庭に落ち着けてあのかすらせるような感じでしてでしかもあの動きがあるようにこの,あの前輪の飛び跳ねたような動きとかを見せてるんですねでタイヤなんかもこういうふうにちゃんとあの筆塗りであの汚し塗装をしてというとこういう感じになって疾走感があるストラドスの,あの出来上がりですっていう感じですねでもなかなかかその 実際の,あの車の汚れの仕方とか、たぶん、競技用の,車体あの写真なんかもかなりあの研究されたと思うんですけど、あの非常にあの実際のドロドロのところだとこんな感じになるんだろうなというのがあの納得できるような汚し方だと思います。でベースのところは発泡スチロールで指でこう成形してあの、この板が、発泡スチロールの単なる板がこうなるんですね、やっぱ、U は簡単ですけど、なかなかこの手でやったりとかあの、表現の仕方がすごいなと思いますね。 で実際はこのようにあのクリアとかあのサンドイエローとかフラットベースツヤ消しですねそういうのをやってこういうのは指でこう形をしたりとかしてであの標識なんかもこのように作っていてあの仕上げるっていうタイプであの非常に地味な工作なんですけれども。あの 疾走感あるランチャースラ,トスラリーの一場面っていうとミニジオラマということであのこのようになっていてあのなかなかあの、えー、趣があってななかなかあの車の汚し塗装ていうとあんまりあのやるパターンの人が少ないんですけれどもなるだけ綺麗にやるっていうのが多いんですけどラリーですからやっぱりあのターマックの舗装路とは違ってグラベルですねしかもあの雪道であの、まあ、よくストラトスっていうとあのモンテガールの優勝が一番有名なんですけれどもそのところの,あのオマージュでやっぱこういうふうな感じになっていると思います。非常に雪の状態からあの 構図ですね、まあ、本体の工作もそうですけれども非常によくできてあのミニジオラマのお手本みたいな商品だと,だと思います。これはモデルだと最初の,あのタイプのクラウンの,あのストラトスだと思います割とスタンダードなタイプですね。でこれはカーモデルを特撮仕様で流し取りの特撮法っていうので、えー、まるであのそうですねサーキットでタイム出してるところの一場面ですね。でこの人形が動きがあるのがすごいと思います。単ななるるるただだ置いててあるだけじゃなくて流し撮りする関係でこの状態が これになるんですねやっぱりあの動ききがははっきり分かっっっりりかててるいいうののすすごいなと思いますやっぱりあの実際的にはこういうふうにまあガードレールも用意してこれも多分作られたと思うんですけどあのこの形にして思ったよりあのサイズは少し大きいなと思いましたでこのように一眼レフをしてですねあの流し撮りでこれであのまあそうですねカメラの操作のテクニックであの疾走感が出ててこんな感じでやってたんです結構あのあの本式のタイプでやってますねあの非常にあのえっと まあ流し取りっていうと止まってる状態で取るっていうのはなかなか大変なんで昔タミヤのサーキットであの見たことがありますけど平日行ったらですねあのえ実際やったのはタミヤの社員の人が10分の1のラジボンカーをやるときにですねあのえーと コーナーのところに旧,旧型の製品を置いて外側から新製品が抜いていくっていう構図をあのカメラで流し撮りをしましたでその時は手でポンと押してあのカメラを振って流し撮りしてあこうやってチラシ作ってるんだっていうのは非常に貴重なあの、えー、実際の写真なんか見たことありますけどやっぱりそのカメラの流し撮りであのうまくなっててでそのうちその車があの製品の中にチラシが入ってたんですけどそれはまるで実物みたいな感じで見てやっぱりプロは違うなと思いましたねですから お手持ちのあの車なんかもこういう風にあの撮るとですね、非常にあの実写感があって、せっかく作ったものですからこういう作例テクニックもあってあの面白いと思いました。こちらが同じ号に出てて珍しくて戦車の紹介で、この時にタミヤのメーベルワーゲン35分の1のミニタイムイジャーが出たばっかりだったんですね。それのモデルアートの徹底工作っていうのが。 ふーんんとと思っっててたたでででですすすけどあの驚くくらいのの工工作作ねねも普通人が真似できるようななレベルじゃなかったです、ね、で最初の紹介でタミヤがこちらの方をメーベルワーゲンを出してもらいましたっていう感じで4号戦車の上に対空戦車に出てるんですけどあのモデルアートの、えー、調べはかなり厳しいんでこの,方あの対空のこの、うん、タイプのメーベルワーゲンは試作で1両しか作らなかったそうなんですね、えー、ということなんですねであのその1両しかないものをモデル化してるんだからそれに限りなく近づけるということで驚きのってい の改造が続きます、えー、びっくりしたんですけど通常の人だと何て言うんでしょうかねメーカーが一生懸命あのせっかく出してもらったもので出していただいてありがとうということであの少しその素材を生かしたものであの車あのモデルのキットで、えー、の生かしていくっていうのがあのあれかなと思いますがモデルワードはそんなに甘くないんで全部作り直してありますね。ああののの言うは簡単ですけどもうこのあの クド、えーリンのところも、えー、厚みを一ミリにするとかとんでもないですねで。もう作り直しですね。一番びっくりしたのがやっぱこのように全部やってこのようにモデルで白いところありますね。これ全部プラ板なんですね。で、あのさも当然のようにここの隣のページにこれが全部三十五分の一の減寸でプラ板でこれを作りなさいというふうになってますね。びっくりしましたね。もうタミヤのキットじゃないじゃんと思ったんですけれども、あの昭和のこの辺のところはやっぱりあのその資料一例しかないということで妥協したくないっていう感じがもうシしルさんってすごい改造が。 ままだまだ続きます。えー、続きになりますけれどもこのように白いとこは全部プラ板で作り直してあるんですねですから作り直してあるってことは前のやつを切り飛ばしてそこから新しく作りになって作り直してますから元タミヤのメーベルワーゲンだったキットになってますねすごい技術力ですねびっくりしましたねであのさっきのプラ板で作るだけでも大変ですけど細かいところもこういうにあの、えー、中とかもちゃんとこのようにしてこういう小さいところであの全部やってこういうところのあのー まあ基本的なところも全部作り直しになってるんですね。いやこれ作り直しせたら大変なんですね。あの大ので恐るべきことにあのまだまだ改造が続いて次のページでびっくりしました。まあ、これは改造してだいたいあの形にしたところでここだけ作り直も大変なんですけど一番びっくりしたのはですね次のページの こういう風に色々なってるんですけど気づいたと思いますけど白いのがないんですねあの開閉が開いたり閉めたりができるようになってるんですね手作りのプラ板で作ったあのところがあの動くように全部あの何十箇所かしてあるとは凄まじいもんだなと思いましただからほぼあのタミヤの4号戦車だったっていうのはもう下のあの キャタピラの辺ぐらいしかとあの土台ぐらいしかないんじゃないかなっていう感じで1台1両しかないからあの、えー、妥協しなくて全部作り直してるあの執念を感じますねこれ形にするのはすごい大変であのとても普通の人が真似できるレベルじゃないんであのモデルアートのライターの人はすごい神業みたいなものを持ってるというあの感心しました。 これがその開閉まあこれあの飾りならともかく全部可動で全部浮くっていうのはすごいですね。ヒンジの工作とか別にそういうキットがあるわけじゃないもんですから切り飛ばしてもう子供もなりにプラ板とかあのランナーのとこを削って0.5ミリくらいでこう作るとかすさまじいですね。もうプラモデルの域を超えてると思いますこの細かいところでやるだけでもすごい大変なんですけど開閉でできるってことはすごくあの驚きましたね。 えー、このように作ると、あのー、こういう宝頭の絹はこういう風に載っててこの形になりますだから当初のタミヤのメーベルワーゲンからかなり、あのー、違ってきてしまって色がついてる白いとこが多いと思いますですがこれはすごいですね、あのー、やっぱりこのくらいの技術力があると今多分ここまで、あのー、工作できる人ってまずいらっしゃらないと思うんで、あのー、やっぱりいくら好きでも。 すすごいですね基本的工作から発展してあのその図面を昔のやつを読み,む読み込む力とかそれをこう活かせる技術力あのプラモデルの究極の改造の一例だと思ってこれは大変あの驚きました。 えまずこののの見開きの広告ででまずタミヤさんですねこれはオフロードに挑戦ということで分ののコンババットバギーーフレームが作ってますやっぱりあの、あのー、アルミのシャーシで折り曲げであって、まあ、今でも復刻版で時々作りますけれどもまだまだあのこの時はあの多分タミヤの初めてのオフロードカーだと思います。ですからサスペンションも、あのー、かなり本格的なものなんですけどやっぱスケールカーで作ってるものですから本格的なオフロードっていうよりもあの、えー、サスペンションがついたスケールカーみたいな感じで。 こののプラスチックのやっぱコンバットバギーにあのってて非常にあの幅が狭いんですけどサスペンションよく動いたのをすごい覚えてますでまあ今はもう復刻版でこのスイッチがなくなってあのスピードコントロールになってますからスムーズに置きますしこの時はよりスケールでやる時はこの単二電池をやってる時代でしたねですからこれが入るためのスペースっていうことでこの 6V のバッテリーがあのオプションで使えますよっていうことで今でこそあのバッテリーがいろんな種類もありますけれどもこの時はまだまだあの最初の時代だったもんですからでもさすがためだけあってタイヤホイールはすごくこう精密にできた だと思あの思いましたでグリップもすからこのようにあの写真でも分かりますけどこの溝とか減り具合っていうとまるで実写っぽいような感じでしてなかなかコーナーリングが良かったのを覚えてますただジャンプすると壊れましたねこの時はまあ、しょうがないんですけどバギーではバギーって書いてありますけどバギーじゃない,いの,あのスケールカーでしたからでもやっぱり時代の,あのバギーのまず先駆者になりますこれは軍勢とかのあの広告になりますねあの こういうのも出してたんですね。これはちょっと知らなかったですね。工作と塗装の百科事典になってますね。ですからプラモデルでやっぱりこういうのはあのあの人の作例を見てあのすごく勉強になりますし、やっぱやり方の手引き書としてはあのすごくあの。 そうですね工作に関する良きコーチを務めますってなっていてやっぱりこういうのがあると非常に安心感があってこういうの出てたんですねちょっとあのこの広告出るまでは知りませんでしたねで続けてあの軍勢の広告であの新型ブルーバードついに登場で、まあ、懐かしいと思う人が多いんですけれども、えー、ブルーバードの 2000G6EL、えー、ですね、EL、ハードトップですねやっぱり時代を感じますねあのこのようになってますでもやっぱりあのー えと左右のドア、後ろのトランク、前側の、えー、とボンネットがいて、エンジンもちゃんと見えて、12V のバッテリーとかもありますね、あのー。やっぱり結構細かくできていて、えー、1 20分の1ということで、その24分の1からサイズが大きいんで、なかなかあのメッキのホイールとタイヤが流せますね。ファイヤーストーンの,あの白いあのロゴ体があってて、いかにも昭和っていう感じがして、日、あ、産、のー、のカラーでちゃんと締めてますし、やっぱりブルーバード、なかなかでもよくできてたと思います、ねで。こっちがあの1の24で、あのー そうですね、ランボルギーニイオタとかパンテーラとかコブラですねこれ珍しいですねこれあの昔作った覚えありますけど部品がすごくあっさりしてましたけどただあの,あの形はすごいかっこよかったですねこういうのもありましたパンテーラもよくできてて部品が少ないけどあのちゃんとあのルックス的には良かったですねあのイオタはちゃんとカウルが開いて、えー、一応ちょっとあの、えーまあ、ちょっと浅いあの蓋みたいな感じになりますけど電池とかモーター入れる関係でしょうがないんですけどでもカウルが開いてそれっぽく見えて楽しいですねで あのこれはこれ見るまでちょっと知らなかったんですけどあのラジオコントロールってなってますねこれはちょっと見た覚えがないんですね好評発売中ってなってますね24分の1のポリセ9345ですねこれをラジコンにしてどうやって動くんだろうと思ってどうしてもハンドルみたいなやつとボタンみたいなやつがあるからあの簡易的に動くんでしょうけどまあプラモデルの実写の版であのスケールのタイプが動くっていうと面白いと思います。これはすいませんちょっと不勉強で見た その時はあのこういうメタルのタイプも使っていてなかなか軍手産業あのこの時に、えー、と車のモデル力入れてたっていうのがよく分かります。 えこちらは日モのの、えー、プラモデルの広告ですねあのー、マセラーティーボーラですね、もうサーキッとの神で有名中の有名で、あのー、切り替えさんが乗ってたタイプで、あのー、最高速度280キロってのを覚えてますね。でやっぱりマセラーティーで、非常にあのかっこいいですね。ちゃんとあの斜め後ろから見ても、あの非常にホルモンがちゃんとできていて、えーまあ、スーパーカーブームの後半にはなってますけど、あの24分の1で、非常に。あの 結構エンジンが見えたりとかしてよくできててあの面白いですね。やっぱり日もだけあって、パッと見ると少し大きめには見えますけど、でもフォルムは悪くなくて,あ悪くなくて綺麗にできてると思います。であとこちらが日東で、やっぱまあまあスーパーカーのジャイダモでランボルギーニミューラン、新発売。っていうとカウルが開いてエンジンも見えますよと。でフェラーリ 512BB ですね、ベルネッタボクサーでヘッドライトが開いて、カウルがあってエンジンもつくということで、日東模型も頑張ってあのえっ、ー、と色々作ってました。 同じ号の LS の、あのー、広告ですね。あの1分の1とぎょっとしますけれども、44マグナムで、えー、12インチですね。一番長いですねあの。ダーティーハリーが6インチだったんですね。その倍ですからね、あのハンティングスペシャルということで、12インチは長すぎるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの趣味のものですからね、こういうのもあって、迫力はやっぱあったですね。であとこちらも 44、えー、マグナムの、えー、との6.2分1インチこれがダーティハリーであのハリー・キャルハンが持ってたタイプですねやっぱもう有名中の有名でその映画があるもんですからもうあのこれが大人気になりましたねでこちらがブラックカウンタック24分の1のプラモデルであの えともうあのその当時の小学生がブラカンブラカンって呼んでたのすごい覚えて頭に残ってますねやっぱりあの LS で綺麗にちゃんとあのドアが動いてもうここら辺がドアが開くっていうのは非常にポイント高いところですねヘッドライトも上がってもうとにかくフルオープンにしたいっていう人が多かったもんでドアが開くっていうだけでもワクワク感が伝わってきますこれは驚いた広告なんですけれども中村産業さんっていう会社であのなんとですね日本の美を君の手でマッチモデルっていうだけあってですねこれあのなんでできると思いますか木なんですけどマッチ棒の,あの 木で作ってありますねそれがあのそのいっぱいマチ棒の短いタイプがいっぱい入っていてあの2500本分だそうですすごいですよねであの綺麗にこう木のタイプでとても短いあの長あのなんですかねこう角材みたいなタイプの小さいタイプがあの集合してこのようになるっていうのはすごいなぁと思いました あの小さなマッチ坊をマニアにかかるとあの芸術品になるっていう風になってますけど確かにその通りで金閣寺がちゃんとキットとして出たのはこれは知らなかったですね多分当時箱をバコッと開けるとマッチボ坊がいっぱい並んでるとびっくりする人が多かったと思いますけどあのこういうモデルもあったんですね昭和だと。で同じメーカーで五重塔とか水車小屋とかもあってあのこういうのも出てたんですねあの水車小屋ってモーターであの回りますっていう風になってますねなかなか面白いモデルですねあのこういう広告もありました。 えー、このようにあのまだまだたくさんありますからあのーえー、ももっとご紹介したいんですけれどもやっぱ尺の問題がありますのであの今回はこのようになっておりますまたあのー、えっ、ー、と驚くな記事とかあのー、ございましたら紹介しますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますいろいろ勉強になってなかなかすごいですねあのー、えっ、ー、と今のあのー、模型に通じるものがあると思います。 でマルサンホビーでは、あのまあ、一応それあの、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。であと、マルサンホビーでは、あの現在の、えー、プラモデル、ミニカー、ラジコン等、あの通信販売も承ってますので、そちらの方のご要望もお待ちしています。非常に深い企画、えー、なものですから、どんどん進めていきたいと思います。またよろしくお願い,いします。